宮崎市佐野原町上田島に鎮座する岸間神神社。神社と呼ばれていますが、法華宗吉祥寺が正式名称です。鬼神より地御神に変わる逸話はあまりにも有名です。毎年3月の土曜日曜に開かれる岸間神大祭には、地元や県内外より多くの方が訪れます。子供の神様として親しまれる岸間神は、癒しないごとして岸間神の子供として守護を祈り、家族で参拝に訪れます。